プラ頭、この巡回いつまで続けるつもりなのさ。ウルゼ隊長の悲願が成就するまでの辛抱ですよ、ゼンキちゃん。そうすればこの巡回からも解放され、晴れの舞台に立つことができるはずです。そのためにも裏切った方やビスベインに邪魔されぬよう、あの方をお守りすることが僕たちの大事な使命なのです。まあウルズ隊長のためなら仕方ないか。ここにいるの？裏切り者の始末は済んだのですか？また誰かがこのビル。うん、そうみたい。だからアポロンとゼンキちゃんに侵入者を始末するようウルツ隊長から機密指令を預かってきてる。面倒なことしてくれるな。本当、とにかく私についてきて。待ってください。その間この階の警備はどなたがされるんです？ここには医療センターしかないし、一時的に離れても問題ないんじゃないかな。ベルちゃん、その言い方はウルズ隊長に失礼かと。あの方は守るべき価値があるから医療センターにも警備をつけているのですよ。あ、いや別にそういうつもりで言ったわけじゃ。ですがそれ以上に気になることが、先ほどからウルズ隊長に対する呼び方がいささか不自然すぎやしませんかね。はい。ねえアドミンさん、なんだかまずいことになってきてるんだけど。誰と話しているんです？どうやらベルちゃんも向こうに着いたみたいですね。追いますよ、ゼンキちゃん。その言い方はウルズ隊長に失礼かと。あの方は守るべき価値があるから医療センターにも警備をつけているのですよ。ですがそれ以上に気になることが、先ほどからウルズ隊長に対する呼び方がいささか不自然すぎやしませんかね。まずいことになってきてるんだけど。誰と話しているんです？エレベーターで逃げるつもりでしょうが、させません。
の顔にバカって10回書いてからバリカンで髪の毛全部刈ってやる。それにしてもまさかトール隊長まで敵の手に落ちてしまうとは。いやいや、それ無理があると思うんだけど。だって相手はあの隊長だよ。本気出されたら瞬殺待ったなしだって。アドミンの考えは分かりました。ですが、共に行動してきたからこそ彼女の恐ろしさをよく知っているのですよ。流れ、まさかうちらだけでその他大勢と戦う感じ？さすがに無理ゲーすぎるっしょ。隊長が相手じゃ、蛍光も水鉄砲同然なんだけどね。ではここから飛び降りなきゃいけないところだったよ。
おい、クソガキ。次やったら一番最初に殺してやっからな。鬼ごっこはここまでだ。トール、片付けてくれ。ああ。おい、ゼンキ。それとアポロン、最後のチャンスだ。3秒以内にそいつらから離れろ。そうすりゃ戻ることを許してやる。隊長、聞いて。敵はそいつだよ。だってアドミンさん全然悪いことしてない。時間切れだ、バカ野郎。先生くらいは譲ってやるよ。来な、ザコども。メルちゃんはアドミンとそちらのお嬢さん。隊長の相手は僕とゼンキちゃんで務めます。はぁ、ちょ、本気でいけると思ってんの？シャシバートでの一件、あの時と同じことをすればあるや。それって私が爆弾の設置場所を間違えたやつだよね？ええ、それにかけてみたいと思います。アドミ、申し訳ありませんが、詳細を話している時間はありません。とにかく僕とゼンキちゃんで隊長を食い止めます。その隙にどうか彼女を正気に戻してください。ええ、我々にお任せください。ふん、しばらく見ないうちに頼もしくなったもんだな。言っておくが、勇気と無謀は全く別物だぞ。僕たちがチームサンダーに入った時、隊長はこう言ってくれましたよね。お前たちが足を引っ張らない限り、このチームは最強だと。それがどうした。確かに体調はお強いですよ。その点は否定のしようがありません。だからこそ、あなたを倒すには僕たちが足を引っ張るしかないのです。ですが、これだけは太陽に誓って言えます。僕も、そしてゼンキちゃんも、あなたを裏切ったことなど一度だってありません。ふん、ほざけ。では行きますよ、ゼンキちゃん。できればそこは勇ましい返事が欲しかったのですが。パイナップル頭、今だよ。わかってます。僕は百発百中を誇るイケメンですから。これはあえてそうしたんですが。
痛くない？このバカが、あれくらい避けられねえでどうする？うえ、隊長？何をしているトール？そいつは敵だ。早く殺せ！殺せ？アポロンとゼンキは衆に騙されただけだろう。だから殺す必要はねえって言ったのはどこのどいつだ？記憶をいじりすぎたか。つっか、こういうの前にもあった気がすんだな。ありましたよ。でなきゃ背中の傷跡の説明がつきませんし。背中の傷跡。前期、爆弾の設置は済んだな。それじゃビスベインどもをこの辺に誘導すっから、アポロンの合図が出たらスイッチを押せ。了解です。ま、この程度なら俺一人で十分なんだが、シュウが戦術戦術ってうるせえからな。つうわけで一応チームサンダーが問題なく連携プレーもできるってことを上に示す必要がある。おのおの思うところはあるだろうが、今回は我慢しろ。はあ、私は別に体調だけで十分ってのならそれでいいと思うけどな。はあ、おいおい何言ってんだ。この先もずっとその調子で行ってみろ。そうなりゃお前らは俺の後ろに隠れることしかできねえ能なしとして周りから見られることになるぞ。それはそれでひどい言われようですが、事実には違いありませんからね。でも実際はちげえだろ。お前らは単に実力を発揮してねえだけだ。ノーアルタカはなんとかって言うだろ。お前らはそういうやつだって今から示してやろうじゃねえか。プラン A 実行だ。隊長、ビスベインを誘導してきたまではいいのですが、これいささか数が多くありませんか。細けえことは気にすんな。それより早く前期に合図を出せ。わかりました。前期ちゃん、今です。オッケー。それじゃあドッカーン。ってあれ、爆発しないんだけど。前期ちゃん、まさかとは思いますが。シュー！なんでこっちが崩れてんの？近くに爆弾を仕掛けるやつがあるか。ごめん。ちょっいいからとっとと俺の下から抜けろ。アポロン一人じゃあの数を相手にするのは無理だからな。俺も早く向かわねえと。でも隊長、背中が。こんなもんかすり傷だ、気にすんな。隊長、まずいです。ビスベインが次々と凶暴化してます。ああ、すぐ向かう。隊長。あの時、報告書に背中の件は記載せず、医療センターに向かうこともなかった。そして翌日、僕たちに心配させまいと怪我が治ったなんて嘘をついてくれました。全然治ってなかったにもかかわらず、ね。
ですが隊長はそんなこと覚えてないでしょ。そちらの方に記憶をいじられてしまったんですから。アポロン、これまで足を引っ張ってしまっていたこと深くお詫び申し上げます。しかしそれでも僕たちは感謝しているんですよ。いつも迷わず手を差し伸べてくれたことに。ですから今度は僕たちが隊長に手を差し伸べます。負けるとはな。いえ、僕たちはあなたの感情を利用しただけです。確かオーディンやアドミンと一緒に巡回に出てたはず。なんだか詳しいことは後ほど。申し訳ありませんが隊長はしばらくそこでじっとしていてください。あいつをやっつけたらすぐに助けてあげるから。まさかここまで追い詰められるなんてね。そんなに僕の下につくのが嫌なのかい。まあいいさ、変革を目指す以上こうした反感は避けては通れないものだし、じっくり足並みを揃えていこうじゃないか。僕こそが全てのモディファイアを滑るにふさわしい存在だからさ。前にもそう言ったはずなんだけどな。いいかい、僕は完璧なモディファイアだ。だからこそこの世界の神になる資格があるし、同時にこの世界を守る義務がある。今のガイアは滅亡の一途をたどっている。神の救済がなければ多くの命が失われてしまうだろう。だというのに、それを知りながら観客気分でいるやつが多すぎる。なら僕が新世代のモディファイアを作りガイアの守護者に据えた方がよほど有意義だとは思わないか。ふざけたこと言わないで。そんなものモディファイアを襲っていい理由にはならないよ。本気でモディファイアをまとめたいと思ってるのなら、あなたのやり方は間違ってる。弱者は強者の生贄となる。それが自然の摂理だろ。ましてや神の生贄になれるのならこれほど名誉なことはないと思うのだけど。スクルド、僕の力は本来過ちを正すために存在するものだ。僕と共に生まれた君ならその意味が理解できると思うんだけど。わからない、わからないよ。でもランプを傷つけるというのなら私が絶対に止める。4回だ。君にチャンスを与えたのはどうしてこの優しさが理解できないかな。やはり再会した時に君を殺すべきだったよ。
僕の描く物語に君は存在しちゃいけなかったんだ。今僕の手には世界の意志が宿っている。その意志を実現するためにここで足踏みするわけにはいかないんだよ。けど他に味方はいないでしょ。トールさんしか守ってくれなかったわけだし、つまり敵はあなただけ。ここで終わりにしてあげるよ。守ってくれなかったか。心外だな、そう見られていたな。もし僕がただ守られているだけの存在だと認識しているのなら、その目は不要だと言っても過言じゃないね。ランプ、避けて！さあ、今こそ罰を下そう！アダミンさん、スクルドちゃん、こっち！今です、ゼンキちゃん。オッケー！こりゃー！もう、なんでこんなことになってるの？しっかりしてよ、二人とも！逆らうことなど誰にもできやしない。さあ、おとなしく終焉を迎えるといい。寝言は寝てから言ってよ。ランプ、手離して。力の使い方を覚えていたみたいだね。けど心力の補充もなしに何度もデジャブを使ったんだ。長続きするとはとても思えないな。アドミンさん、スクルドちゃんは。必要ないんだよ。これでどうだ！やるね。状況が異なれば負けていたよ。負け惜しみを！
甘い。それで本気か、ベルダム。描いたところで結果は同じさ。やれ。指示を出していたのは君だろ。悪くないセンスだ。少なくともコルグのカスどもよりは使い道がありそうだね。ランプから離れて。そうだよ。すごいね、ランプは。ほんの少し見ただけでそこまで気づけるなんて。私ももっと早く気づいてたら、ランプをこんな目に遭わせることはなかったのに。その言葉は後に取っといて。ランプ、諦めるにはまだ早いよ。言ったよね、ランプは絶対守るって。うん、今回はここまで。後のことは私だけで大丈夫。ランプのこと
最後まで忘れずにいられてよかった。ううん、何もしてない。そう約束したから。それに記憶もあまり残ってないし。大丈夫、私が終わらせてみせるから。短い間だったけど、ランプとの時間は私にとって幸せなものだった。ランプのおかげでたくさんの場所に行けたし、たくさんの人に出会えた。そしてたくさんのことを知れた。だから今度は私の番。ランプを、そしてランプが守りたい人たちを、私が守る。夢の始まりはずーっと先。つまり、そこに行けば悪夢が起こることはない。でも少しだけ残念。夢が真っ白になる前にランプとの約束果たしたかったな。それと、もう一度だけ一緒に観覧車乗りたかった。